遊びの天才は人生の天才、脳も体も心も遊びで育つ。こんにちは、世界の遊びプレイリーダーの阿部です。本日の遊びはこちらです。ヘイフープリレーです。正直このヘイは特に意味ありません。ちょっと勢いというか楽しい感じを演出するためにつけました。この遊びはですね、作戦力だったり脚力を使う遊び、こう盛り上がるというか意外に白熱するんですね。遊び方は簡単です。フープを一つ使って自分でフープを投げます。そのフープまでジャンプをして、またそのフープを上までこうくぐって、またフープを投げてジャンプして進んでいくって遊び。じゃあなんでこれで作戦力がつくかっていうと、例えばスタートからコーンを使ってですね、往復してゴールする場合、フープを遠くに投げれば投げるほど距離は稼げますよね。でも1回のジャンプでいけるかわからないんです。ですからこの遊びとしてルールとして入れていただきたいのは、必ずフープから落ちちゃいけないってルールにしてほしいんですね。じゃないと飛べない距離思いっきりフープ投げて、なんか適当にジャンプしてそこまで行ってしまうとかがありえますから、必ず1回のスローで1回のジャンプができるっていうところがポイント。そこで自分でこれ考え方はすごくあるんですけど、例えば本当に安全にジャンプするんだったら近くに置いていけばいいんですよね。でもその分ジャンプする回数は起こります。でもジャンプがスムーズにいけたり着地でグラグラしなかったりするから、意外にそっちの方が早いかもしれないんですよ。で、両足ジャンプ両足ジャンプで毎回やっていきますから、もちろん脚力ね、太ももの筋肉とかちゃんと自分のゴール位置を制限されたところにジャンプするっていうのは、空間認知能力なんかにもつながります。これも年長さんから楽しく遊べますので、ヘイフープリレー、フラフープ一つで大丈夫です。ただしですね、先日私これやったら、子供のフープで、ね、やっぱ肩がギリギリ引っかかってしまって、僕子供に負けてしまったんですね。なのでちょっとフープの大きさはね、考えていただいた方がいいと思います。ぜひ楽しんでみてください。本日の遊びはヘイフープリレーでした。ありがとうございました。